6番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。村人自衛でした。常任帰局なんで、私は役職は1周目で出てほしいなっていう、1周目なんで、私も考察を落としたいので、考察の仕方についてなんですけど、村が弱い時もあるし、人狼が弱い時もあったり、いろんな場面があると思うんですけど、結局は自分の思考開示が、例えば下手くそでも自分の思考開示ができてれば、なんかそれって拾ってもらえる可能性だってあるから、なるべくその時の占い星座、今の時点でどっちが占い師っぽいなとか、占い師の真偽があるとしたらそれを言ってほしいなって思ったし、とにかくどこが黒いとかをもうどんどん言ってってほしいなって思った。まあでも嘘はいけないと思うけど、本当に思った。7番のプレイヤーは特にありませんということで、6番さんの印象ですけども、細かいところ拾っていくと、役は 1周目に出てほしいって言ったけど、それっていうのは霊能と占い師のことかな。彼らに関しては出ないでいいと思うよ。そこはちょっと思ったかな。で、あとは、どこが黒いとかっていうのを1周目から上げてってほしいみたいな、占い真偽っていうのを言ってってほしいみたいなこと言ったけど、言ってってほしいっていうなら、6番さんも言ってってほしいかなっていう感じですね。なんか、すごい客観視してるなっていうふうに思ったかな。あとはね、嘘はいけないって、どこが黒いかって言ったところの嘘はいけないって言ってるけど、黒いと思う理由っていうのに嘘ってある？嘘つく人いる？そんな。別に6を黒いと思ってないけど、6番黒いと思ったって嘘つく必要あるっていうふうに思ったから、嘘はいけないのちょっと意味がわからんかったなっていうのが6番さんかな。だから6番さんに関しても、どこが黒いとか言っててほしいって言ってるけど、それが、ちゃんと真っ当かどうかっていう理由が大事だと思うから、理由をこれから言ってってほしいね、皆さんに関しても。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。霊能です、霊能。はい、って言ったところで、6と7の星座なんですけど、7が拾っていた6に対する星座って、言わんとしてることはわかるけれども、個人的には6が印象がいいと思ったかな。6の10視点での発言での、思考開示をしていってくれ。それってすごく当然で当たり前のこと。だから6が白くなるのっていうのは2周目だと思ってる。だから印象がいいでとどめておいてるかな。で、嘘つかないでほしいって、要は、ワード抜きでしょ？ワード抜きでの上げ足取りからのそこが黒要素っていうふうなことを言ってる場合って嘘ついてる。ないしは捏造っていう部分も含まれるよね。だから6番の言ってることって多分そういう意味合いが含まれてるのかなって思えたかな。かといって、じゃあ7が6についてそれを突っ込んでるから印象が悪いのかって言ったらそうではない。7に関しては6にその思考開示をしてもらわないとあなたの色がわからないよっていうふうなことの意味合いでも言ってることから印象がないかな。9番のプレイヤーは発言してください。5番さん、村人陣営でした。つーくんさん、村人陣営です。6番さんの意見に対する7番さんの意見は、わからんこともないけど、別になんか6番さん自体が黒かったってわけでもなかったから、7番さんがそういうふうにも言えるよなというふうには思ったかな。で、7番さんも6番さんに対して怪しいとかそういう感じで言ってなかったんで、7番さんの動きっていうのは2周目なのかなっていうふうに思います。どういうふうにヘイトを向けたりする人なのかっていうのがわかると思うので。なのでそうですね。はい。だから今のところはそういう感じの精査になってますかね。以上です。5番さん、村人ね。はい。盤面固まってから進行を決めようね。1番のプレイヤーは発言してください。霊能です、霊能。ちょっと鳥がうるさくて申し訳ないっすわ。直近の9番さんに関して多分なんか偽っぽいなと思ってます。新感情じゃないなって聞きながら思いました。太鼓の8番に関してはおおむね強靭だと思ってます。結論から言うと、自視点、ちょっと多分、おそらくなんですけど、9、偽で考えてるから、6、7に相方はいないと思ってます。9ロー軸で考えた時の相方は2、3、4、5のどっちかにいるかなって、なんとなく話を聞いてて思いましたね。6番さんに関しては多分、狼じゃないです。7番さんに関しては、ローじゃないけれども、でも9番さんの相方とは、今の発言ではふさわしくないかなって思っています。偽だった場合ね、あくまでも。6番さんは、狼目はないのは、理由としては経験則なんですよね。信仰論でしょっぱな占い師に対しての信仰論を話す人って、あんまり対抗の、相方に対して失礼だなって厚掛けだから、あんまり狼目感じてないですね。今日8から以上。2番のプレイヤーは発言してください。2番のアウトです。お願いします。占い師です。ランダム1番白、ランダム1番白、白年師です。で、9番に関しては、対抗の9番に関しては、狼だと思ってます。もう一点縛りしてます。強靭はないと思ってますので、よろしくお願いします。まあ、この時点で3試合になることはほぼほぼないと思ってますので、3、4、5の中から、占い師が出てくる可能性はほぼゼロだと思ってます。出てきたらパーリないって感じなんですけどね。はい、9番、狼で思ってます。で、8番、1番に関しては、強靭、どっちかは強靭というところで、例の脳死ローラーをします。私はね。これが一番の安定進行だと思ってます、ね。なんで9番黒でロックでしてるっていうか、いう理由なんですけど、まず根本的に、この超人気村で、占い師に狂人が出るメリットがクソほどない。クソほどない。なんでかっていうと、狼は霊能に出れないし、で占い師に2種類になった時点で、狂人が出ていた場合っていうのは、人狼は2匹潜伏するってことになりますよね、グレーの中で。ってなった場合、普通にグレー詰めに入るんですよ。そうなった場合、もし黒が出てしまった場合っていうのはほぼほぼ積むんで、はい。僕は9番の対抗の方をほぼほぼ黒で見てます。はい。ということで、相方がなんですけど、まあ、5番さんワンチャンあるなと思ってるんですよ、個人的に。なんでかっていうと、9番の発言の中で、5番さん村人陣営でしたっていう発言を残したんだよね。まあ、これ、揚げ足取りにしかならないんだけどね。その発言が異様に臭いっていうところからあるから、5番っていうのは若干相方あるのかなと。率直に一番最初に囲い起こしたのかなっていう可能性も全然ある。なんでかっていうと、霊能が2枚出てきた場合、霊能ローダーになるから、5番さんっていうのは最終盤面まで釣られないからっていうところかな。っていうところですかね。で、6番、7番に関してはまだそこまで印象はないっていうところかな。まあ、6番に一つ言いたいんだけど、この村は嘘つくゲームなんで、嘘つかないでほしいっていうのは、ちょっとあれかなっていう。で、3番、4番の発言聞いて、9番の相方探していきたいと思います。9番、黒ロック、黒軸で考えてます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。あ、はい。2番ってやばくないですか？2番絶対これさ、あっちんじゃないでしょ。うん。9番の黒理由とかなんかもう自分の経験則でしか言ってないからね。こんなんで死んだったらマジでやばいわ、普通に。はい。いや、もう2番の新切りでいいと思いますけどね。俺の人はわかんないです。はい。9番がやりたい進行を取ればいいんじゃない？何すか、この人。はい。到底死んとは思われないし。いや、狂人でも全然出るでしょ。なんで ?8 がローで9が強とかもあるじゃん。ね。スラもあるね。8のスラの9強もあるよね。どういうことこれ。はい。いや、2番さんちょっと無理だわ。はい。まあ、とりあえず2番の新規進行します。はい。私、占い師の先生はね、だいたいね、まあ、超人気だと、まあいいや。まあいいや。お願いします。4番のプレイヤーは発言してください。はい、2番さんの新切りをするのであれば、9番さんの新要素っていうのを、まあ、2周目、まあ、1周目でさすがにそれはできないだろうから2周目に上げてくださいね。それができないんであれば2番の新切りっていうのはあまりにも早すぎるとは思うんですけどね。で、まあ、もし新切りするんだったらどこを釣りたいか、グレーですね。9番さん目線のグレーをしっかり上げて、確実に黒いと思うところから釣っていかなきゃいけないので、そこの説得もしなきゃいけないんですよ。新切りっていう言葉が出た時点では。まあ、私も2番さんに関しては、5、黒ワンチャンある。5を村人陣営と言ったからっていうのは、ちょっとどういうことって思いましたね。もうちょっと説明が欲しいなって思いましたね。ただ、私は新切りとまでは言わないかな。まあ、2周目したいかなと思います。対抗の9番さんに関しては、特にそんな拾い要素なかったかな。2番さん拾ったけど、拾い要素なかったかなと思いますね。2周目次第だと思いますね、どちらもね。で、1番さんって霊能使用してましたかね？ちょっとごめん、聞き取れなかったんだけど、今日8からって言って、8のこと強靭で見てたから、多分、霊能ですよね。18が霊能ですよね。すいません、ちょっと聞き漏らしちゃった。3番さん、目線。3番さん目線はどこを狼見てたんだろう。まあ、単純にちょっと、まあ2周目かな、3番さんは2周目だけど、ちょっとあまりにも早いかなっていうところで、ちょっと危険要素だなとは思いますね。はい、ちょっと盤面確定がちょっとわかんないので、小判さん教えていただければと思いますね。6、7については、まあ、進行論の話であんま印象ないですね。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。3番に引っかかってんだって、3番って2番の審議進行をするんであれば狩人を出す。狩人を出した上でグレ詰めした方がいいんじゃないかなと思ってて、1番さん、8番さんに問います。狂人釣って面白いですか？はい。黒見つけに行きましょうよって思ってるから、俺はグレ詰め推奨かなって思ってて、2番さんにちょっと気になったのって、2番さんが5番を占ったところで黒が出て、2番の芯が爆上がりしていた場合って、2番さんの黒先である、5番を裏だって5番が黒の場合って、あなたの芯が爆上がりして5番って釣れるから、別に2番さんが言っていた最終日まで生き残れる黒軸っていうのは、ちょっと納得いかないなって思っているかな。うん。はい。67っていうのは進行論だし、色落ちがないってところかなって思ってるから。うん。で、2番さんに引っかかったのが、18を新居で見てるんだったらグレー詰めて、9番さんと次の日戦った時に2番さんが芯を勝ち取っていれば別にいいのかなって思ってるから、2番さんってそこで芯を取る要素が自分にはないですよっていうところなのかなって思ってるから。うん。だから2番さんが芯の場合ってめちゃめちゃ頑張ってほしいなって思ってるし、うん。うん、その進路ケアで18詰めますって言うんだったら別にいいんだけど、18が信教に見えてんだったら詰めなくてよくねって思ってんだけど。うん。なんだろうな。なんかちょっと合わないなって思ってるから。うん、黒要素っていうのはあんまり拾えてないかなって思ってるけど。うん、1番さんには8番さん強靭で見ているのに8番さん釣るのかなって。狼もあるかもしれないって言うんだったらわかるかもしれないけど、うん。強靭って何がいいんだろうと思ってるけど。18で精査されたときに自分が負けるっていう要素があるのかなって思ってるから。もうちょっと新芽取ってほしいからって思ってる。俺決め打ちしたい派だからさ。はい、以上。今日は俺グレ詰めでいいと思ってるけど、狩人出しの。6番のプレイヤーは発言してください。グレツルするときって、その後、連チャンで人狼人とかも占い師、連の師ってちゃんとつってかないと PP になっちゃうから、グレーの精査を深めるべきなのに、5番さんからあんまり数の精査がなかったから、私はもう霊能ね、行こうかなって思ってます。で、霊能の芯、どっちかっていうのは今の段階ではまだついてません。で、私は2番さん、占い師だったら2番さんは怪しいと思ってて、2番さんの5番さん囲い見てるっていう理由は、なんだっけ、最初この盤面だったら最初釣られないから5番さん囲ってるから怪しいなって言ってたんだけど、仮に9号が人狼だった場合って、この盤面霊能ローラから行くっていうのがセオリーだったら、別に最初に囲ったら後でクロス占いに提案されるとかあるかもしれないから、囲う必要っていうのはないと思うんだよね、限りなく。だからその2番さんの理由は不当かなって思った。で、3番さんは、その新規進行をしてるっていう可能性で、3番さんがもし人狼だったら、相方の占い師は2番さんかなって思ってる。3番さんが2番さんの新規進行をして生き残れるのは、3番さんが生き残れるっていうのは、2番さんが人狼だった時かなって思うから、3番さん、私は2番さんのこと今ちょっと偽で見てるから、3番さんは白いかなって思ってる。現段階では。5番さん、グレー釣りがいいって言うけど、グレー釣りしたときに、私がした真の占い師とか霊能師とか釣れる自信があんましないから、今のところね。だから私は霊能から釣りたいなって思ってる。けど、もしめっちゃ偽が確定してるんだったら、村の流れで、それは私も投票を変えるかもしれません。7番のプレイヤーは発言してください。ふうに思っていて、まず、6番さんの、1周目からそうなんだけど、嘘はいけないっていうふうに言ってるんだよね。嘘はいけないって言うけど、嘘作る人いるっていうのが俺のまずツッコミなんだよね。はい。で、あと2番さんに関して、俺2番がマジで偽やと思ってんやけど、理由としては、6に言っておく、このゲームはこの村は嘘をつくゲームなので、嘘をつかないでくださいっていうのはやめてほしいっていうふうに言ってるけど、6にだけ突っ込んどるよね。で、7の精査もしてないでしょ。で、5があるんじゃないかみたいな。それっていうのは、9番が5は村人陣営でしたって言った言い方が臭いからみたいな話とか、なんかね、2番さんの言った6に言っておくけど、この村は嘘をつくゲームなので嘘をつかないでくださいっていうのはやめてほしいって言ってるけど、2番さん死んであれば別に嘘つく必要なくない？村人全員が嘘つく必要ないから、2番さんって新要素マジでないなって思ったな。うん。9番さん、だから26ローローなのかなって思ってる。で、6番さんの言ったら23が薄いんじゃないかって言ってるけど、3番さんが2芯切りますって言って、3番さん占い値上がらなかったら23ローローっていうの普通あるでしょ。普通に考えて2が黒いなと思ったら芯切りますっていうふうに言ったらいいやん、普通に23でっていうふうに思うんやけど。6番さんの生産も納得いかんかった。だから26ローかなと思ってます。はい。9番さんに関して、まあ、若干気になったのは、6自体が黒いわけでもないから、7はそういうふうにも言えるよなっていうふうに言ったんだけど、6自体が 黒いわけでもないから7はそういうふうにも言えるよなってことは、7を黒で打つ準備をしとんだから若干思ったら9番さん。ただ2番さんがその後にめっちゃ黒すぎたから、俺2番さん黒かなと思ってます。18に関しては8が強かなと思ってるんだけど分からん。まあどっちから言ってもいいかなっていう感じ。はい。1番さんに関しては78に相方いないかなって9番さんに関して言ってたけど、その理由が言ってなかったよねっていうのが1番さんに思ったんだけど、8番さんがなんかちょっと無難に切り抜けた感があるな。そんな感じがあるかな。はい。で、思ってますけど、わからん。1と8、どっちからいけばいいんじゃないですか。はい。俺は26ローで追ってますよ。以上。8番のプレイヤーは発言してください。7って多分最白かなっていうふうなことの目線として追っている。7が3に、6に対する生産の中で2、3ペアセットっていうことはないよねって、本当その通りだなっていうふうなことを聞いていて思ったし、6番の生産の中で5番に気になる要素があったのにもかかわらず、占い師の審議だけで言うのであれば、2番が偽にしか思えていないっていう生産を落とした場合、だいぶ目線として悩むはずなんだけどって思ったかな。だからもしも進付しているっていうふうなことの可能性として考えるのであれば、2番が釣られるっていうふうなことでライン切りを行った。で、9が進かな。だから26っていう7の世界線はむっちゃしっくりきたなと思ったから7が最初かなっていうことが思えたが、23ペアセットってなった場合、3番が2番の進切りしますってなった時って、9番は3番のことが白く思えている。っていう風になるのかなと思ったかな。3番があそこまでの時点での発言で落とせるっていうことは何かしらの、あれなんだよな、多分。言いたいことわかるかな。跳ね返すことができるだけの能力、あるのかなって思ったかな。で、それに付随して4番さんってすげえ中立な中間的な位置にいるなっていうのがすげえ思った。だから色を隠していたい狼かなっていう目線も終えたことにより、94か26なんじゃないっていう目線かな。5番が落としていた精査っていうのも分からなくはないと思った。正直なところね。で、狂人釣って楽しいんですかって5番さん目線な。そうなんだよな。5番がローあるとしたら、すーげー分かりやすく言うんだったら、狂人残したいっていうだけだよね。で、自分が占い地に入ったとしても、白しか出させないっていう風なことをやっている。可能性としてはなくはねえなと思ってるけど、5の発言自体の別にそこしかないんだよね。2番が全員、芯目ないって言ってる。狼を紛れてた場合、ライン切りが行われてる。ないしは2番の芯が相当高いんじゃないか。これが見解かな。9番。何が言いたいのか全然発言してください。そうっすね。まあ、2番が狼で、相方位置っていうのが、難しいとこっすよね。7番さんは白く映っちゃいますよね。7番さん、白く映っちゃうから嫌なんですよね。まあいいわ。で、6番さんの意見で6番さんって2周目23はあるって言ってなかった。でも、23はないってなんか最後に言わんかった。なんかよくわからんかったな。23あるっていうのは、もうわかるけど、最後に23はない、2の相方は3ないって言ったのが、意味がなんかよくわからんかった。で、4番さんなんですよね、一番発言に引っかかったのって。4番さんって、対抗の9番さんはって言ったんですよね。僕の精査するときに。どういうことって思って。対抗の9番さんはって、2番の対抗やけど、そういう言い方します村だった場合。すっげえ違和感があって、その発言。対抗っていうことは、2番の対抗ってことでしょ？そういう発言するってことは2と4が仲間なんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど。で、4番さん、2番さん変わってたところもあって、結構2、4硬いんかなっていうふうには思ってます。ライン切りの視点で言うと3、6なんですけども、6番さん自体の発言が余裕そうな感じしてたから、ね、僕は黒くは映らなかったんですよね。3番さんはちょっとまだ分かんないです。2周目ですね。7番さんが一番怖いかなっていうふうに思ってるけど、濃厚なのは24なのかなって思ってます。今日は霊能いこうかな。それか4かなって思ってます。1番のプレイヤーは発言してください。手のひら返しますけど、占い師に関しては9番さんが圧倒的シーンですね。今の発言一つとっても。で、8番さんとすごく意見が合います。ここ2人の霊能太鼓判をします。7番さん最白です。プレイの中で。今日の釣り位置4番さんです。5番さんも白いと思ってます。もともと発言で白いと思ってたところ、9番さんが今、時点でシーンだと思ってるから、5番さんも白。5、6、7は白いですね。3番さんに関してはまだ情報というか判断材料が少ないっていうところから、どっちの目線で話してるのかな、正直わかんないからちょっと色落ちがないんですけれども、圧倒的に怪しいのは4番さんです。今、ギャット9番さんの発言から、その4番の2番に対するその対抗っていう発言が出ました。僕も引っかかってたんですよ。やっと出てきましたね。そこをちゃんと指摘できたのは新幹線なのかなと率直に思ってます。4番さんのその目線ってどうなんですかね。少なくとも僕、スマラじゃないと思ってるんです。その発言じゃないから。目線で。今日、霊能行かなくていいと思ってます。4番さん行きたいです。4番さんの色がぜひ見たい。5番さんも白だと思ってるから4番さんに行きませんかっていうのが僕の意見ですね。占い師に関してはそこを突っ込めた9番さんの方が軍配が上がるかな、普通に。新感情として。これ7番さん最白です。8番さんだからここ意見が合います。だから今後7番さんを占って、例えば黒出したり釣りをす人をいたら僕はちょっと怪しみますね。6番さんに関しては 1周目のなんだろうな、白目貯金っていうのがあるから、別になんか2周目の発言もそこまでなんか、狼かなと。思いながら聞くことはなかったかな。うん、そんな感じですかね。現状の精査は。今日は4から行きたいです。以上。2番のプレイヤーは発言してください。行きたいっていう気持ちは俺もあるんですよ。だけど、仮にここで4行ってしまって、もう81が白を出すということになるじゃないですか。要するに4番が9番の相方じゃなかった場合っていうのは、ここまで俺のシーンが切られる状況ってなると、かなり厳しい場面になってしまう。次のターンで俺が釣られる可能性がかなり高いから。って考えた場合、ここ真剣に考えないといけない。全員に疑われてんだけど。3番っていうのはまずないですね。狼ではない。確かにあそこまでの発言で、逆に占われないようにしている狼なんじゃないかって視点を持つ人もいるかもしれないけれども、3番のあそこまでの勢いはない。で、そこ5番に関しては、俺があそこまで行ったにもかかわらず、別に占われてもいいよっていう発言を残していた。っていうところからして5番も相方もないかなと。9番のね。って考えた場合、4、6、7なんだけど、9番がまず4番に発言、今日釣り位置を上げているというのがすげえ引っかかるんですよ、ね。激推しされてんだよ。で、俺の中で一番引っかかってんのが7番なんよね。8番、1番、両方とも7番最初って言うとるけど、7番の発言からっていうよりかは9番の発言なのよね。9番も7番のことを最初に置いている、怖い位置だと言ってる発言を残しているんだけど、9番っていうのは、ライン切り位置で3、6を上げてるんだよね、俺のところにね。9番目線から2番のライン切りをしてるのは3番、6番じゃないかと発言を残している。あなた目線7番は入らんのと。あなた目線だったら6番じゃなくて3番、7番が俺とライン切りをしてるんじゃないかっていう発言にならないのかなと、率直に思うんですよね。6番では確かに俺のことを偽視をしているってところはあるけれども、そこまでがっつり言ってるほどではない。3番、7番ほどね。で、5番にもつっついてるって状況から、6番っていうのはそこまでライン切りをしてる人間ではないと思うんだよね。って考えたら7番をあそこで最初の位置に上げて、しかもライン切りをしていない人間として上げている97が今のところ怪しいかなと思ってますね。皆さんがグレーから行くのであれば、私は7番を投票したいと思います。霊能だったら81どちらでも構いません。3番のプレイヤーは発言してください。まあやっぱり2番の死はないと思うけどね。はい、とりあえず、仮うどらないとか無駄なんで、私、スムラなんで、9番さん、私を恨んでください。で、2番さん好きなところ恨んでください。あなた多分死んじゃないんで、どこでもいいです。で、1番釣ります。1釣ります。はい。4番の特段のなんかクロースとか、別にクロースも白ロースもなかったと思うし、なんか急に4番でヘイト向け出したのもなんか気持ち悪いし、なんで1番目線で8番が、確定で強靭みたいになってるかもよくわからんし。5番からああいう発言があった以上ね、これ、進路資料も十分あると思ってるんで、もう占い師、霊媒師ついきます。はい。うん。全く意味わかんないで、1番さんが。はい。1番釣りますね。で、2が偽じゃないですか、多分ですけど。でも釣り切りたいと思ってますよ。基本的にはね。はい。ってことですね。で、私、村なんで、はい。仮占いとかしたらもう速攻信じるんで。以上。で、あと4番、それは4番に言ってもんだけど、9番の新要素とか言ってんだけど、新要素とか別にないから。2番の偽要素しかないから。新要素なんか拾う必要すらないと思ってるから。白要素も非常に必要ないと思ってる。うん。だって白な、いくらでも白くなれるし、いくらでも新っぽくなれるから、そんなの、人外でもね。2番がもう偽だと思ってるんで。この前の僕の発言もそうだし、今度は囲いはないって言い出してね、5番の。で、叩いてる俺が、白いの。で、1に白出てんのに、狩人ケアもせずに、7番がうんじゃなくて。2のシーンなんか1ミリもないんだよ、普通に。はい。だから別にグレーズぶりって選択肢はならんよ。だって1、8で、2が強靭の可能性もあるからね。うん。2が強靭の可能性もあるよ。十分。で、1、8で進路の可能性ってあるでしょ。うん。だからといってグレーズぶりにはならないですから。はい。そういう話じゃないんで。はい。なんで、2級進路で固定になったのか、ようわからんし。あなたの目線がね。はい。1釣ります。4番のプレイヤーは発言してください。もうなんかとんでもねえ村に入っちまったなって感じですね。意味がわかんないんだけど。8912から釣り押されてんだけど、これどういう状況なのしかもさ、8912はさ、狩人出てない状況じゃん。私村ね。狩人出てない状況なのにグレーズメするの。もうなんか、何から説明していいのかわかんないし。しかもさ、そんなさ、2、3軸でさ、考える考えないって言うんだったらさ、じゃあ3番さん釣ればいいんじゃないの？ライン切り不自然だったでしょ、明らかに。ライン切りっていうか、芯切りか。ごめんね。芯切り不自然だったんだから、3番さん釣ればわかることが見えてくるんじゃないのって思わなかったのかな。これなんで4釣りしかも何？2の太鼓は9って言ったら、それは偽要素になるの。ちょっともうなんか何のゲームやってるか分かんなくなってるんだけど。6に関してはさ、なんか23あるって言った後に否定してるし、8もそう、23あるって言ったけど、3にそこまでの、パワーがあるとかなんとか、何言ってるか全然分かんないんだけど。なんかまともなのが7くらいしかいねえかなと思いましたね。はい。どうする？まあ、1周目までは2番さんがまあちょっと印象悪かったんだけど、9番さんの雑すぎるでしょ。なんでそれでさ、ツッコミ入れないのかわかんない。まあ3番さんが言ってたかな。言ってないな。対抗って言葉が出たからっていうのは、ちょっと意味がわかんないんだけど。うん。単純にちょっとよくわかんないですね。グレー。まあでも3がここで4にヘイト集まってるのをひっくり返すメリットはそんなに薄いと思うから、3は白くなったかなと思いますね。俺の行くか。5番のプレイヤーは発言してください。3は、4に向いてたヘイトは取り返すってことは別に3がローズだった場合って別にできるから。あなたの評価石をした上で、18にヘイトを向けて、まず18を釣った、私って人外じゃないっすよね。2番から占われても、9番から占われても、黒が出た時って、俺って4番さんっていう釣り位置があったのにもかかわらず、なんで18っていう人外を落としに行ってるんですかっていう理論も使えるし、3級ローローの場合って、2番にヘイトをバッチリ向けた上で、占われて黒が出た場合って、ロンっていうのが、2番さんって3番のことを芯切りされているからこそ3番に黒を打ってそれが人外票なんでしょって言えるから、あれやなって思ってるかな。まだ安直やなって思ってるかな。うん。で、審議がつかないから18。でも、6番さんって占い師の審議ほぼほぼついてるのかなって思ってるけど、7番さんもほぼほぼついてるからグレー積み推奨でいいんじゃないかなって思ってるんだけど、自分の白を知ってるんやったら。クレスめられたら困るのかなと思ってる。2が7を押すっていう理由がなんかな、不自然やねんなと思ってんだけどな。7の黒要素って別になかったと思うし。マジか。前は。クレスめないんやったら出ないよ、俺は。18から詰めるんやったら。で、2番さん目線ってさ、1ってマックス強やねんからさ、8から出えんちゃうか。出ないよって言った。新の死の追うんやったら、3番さん目線は1番さんから出ても新の死の追ってるっていう話だったら。でも2番さんって新強で追ってんだったら、まあ、自分の白先、新って思うかなって単純に思うけどな。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。わざと言ったのかな。まあ、だとしても別に5でグッジョブ起きても問題ないけどな。1番のプレイヤーが選ばれました。何これ2も7に入れてんのか。1番なんで狩り出てないのにのプレイヤーは発言してください。4釣れないんだ。俺、仮に霊能じゃなくて普通のスマラだったとしても4番さんめちゃくちゃとすぐろいからもう今日4釣り一択の進行を取ると思うんだけど。3番さんも俺か。3番さんって4番さんの発言を聞いてなおあれにっていうの。俺も4番さんサイクロで置いてるから、その他の人はもうスムラかカリードかもう村人陣営で置いてるからそういう発言するんだけれども、9の4黒でもいいかもなこれ。9番さん明日はそうだよね、4番さん投票だよね。9番さんで明日4番さんの占いが、まあ、黒だったらまだしも白だった場合はちょっと墓場で反省しますわ。じゃあ考察が間違ってたからとりあえずロラしてくださいね。まあ占い先にもいりますけど、9は圧倒的真ですね。3番さんに関してはミスリードしてる村人だと思ってます。9がなんか生き残ってあと8番さん、さすがに26はないでしょ。あと24じゃない ?26、6は、6の狼見てさすがに強引だから、シントルになったらもうちょっと柔らかくいった方がいい。4占いが自然だよな。どうしようか。5番さんがなんか狩人のままあいいや、そこは。さっき言った通り、7は最白。3に関してはミスリードする村だと思ってるよ。もうとりあえず4がサイクロだからもう4ラスールっていうことしか考えてないんだよね。どこが黒かったんだよ。結論から言うと4の色が本当に見たかった。以上。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。5番さんですか。5がなんか俺は出ないよって言ったのがまあはったりなのかわかんないですけど、出ないよって言ってたんで、まあレンガミでいいでしょ。でもグッジョブ入っても。初週村人って言ってましたけどね。はいはい。どうする？まあでも5でいいんじゃないですか、とりあえず。了解です。あ、4占いで、まあ色は任せます。はい。はい。朝が来ました。昨夜死んだのは5番。6番のプレイヤーは発言してください。黒はないと思ったけどな。9番さんが4白の2が7白。私は一応8番さん釣り切りっていうか、私が昨日1番さん投票したりは、まあ、8番さんの方が偽っぽかったけど、投票が4に集まったら困るなって思ったから1番さんに、まあ、申し訳なく投票したんですけど、8番さんはなんで昨日94と26に分けたのかが分かんなくて、なんだろう、そう私の発言って間違ってたんですよ、気づいたんですけど、23ローローって言って、2番さん怪しいって言ったら3番さん怪しくなるのに、それは間違っちゃったんですね。8番さんが4番さん怪しいって言ってたのに、なんでそれで24にならないで94になったのかは分かんないなって思った。で、4番さんはもうちょっと、なんか、いろいろ聞いた方がいい。いや、いろいろ聞いた方がいいじゃねえよ。なんだよ。何言ってんだ。人のせいか？7番のプレイヤーは発言してください。まあ8番偽だろうね。うん。いや1は死んだと思ったから3番さんなんで1から行くのっていうふうに思ったんやけどね。グレーツって色見たいっていうのは新感情でしょ、普通に考えてって思ったんやけど。3番さん怪しいなと思ったね、2周目。まあ8いきますよ。8番さんが1黒っていうのは、おそらく強靭が出てる場面で黒打つっていうのは、まあ陣外に自分ここに強靭がいるよっていうふうにアピールしてるように見えるからね。だから8いきます。絶対に。新疆だと思ってるね、霊能は。だから、そうだな。どうなんやろか。2番さん目線どこで見とん、本当に。まあこの村全員から最初で置かれとる。俺占って無駄やってマジで。本当にって思ったんやけど。2番さんの使命ないと思ったけど、まあ、若干追っているけどね。まだ。うん。3番さんがあんなに露骨に切るってことは、普通に93とかもあるんじゃないかなって思ってるんやけどな。違うかな。4番さんが、いや4はあると思うんやけど、まあ和田ちゃんね。でも、4番さんってさ、あ、でも9番さん4いっとるな。あ、ないか。じゃあ、で、4番さんって、昨日、そういえば、あれやよね。グレランデって言わんかった最後。自分が釣られそうな中で、狼で、今日グレランデって言うかって思ったよね。4番さん釣られそうやったやん。で、自分釣りなのみたいな。変な村だね。みたいな。言った後に、最後も、じゃあグレランデみたいな言わんかったグレランデって多分4番さん釣られると思うから、狼でそれを言わんと思うよ。狼だった場合に関しては、絶対に今日は1か8から言ってください。霊能から言ってくださいっていう話を言うと思うよね。霊能からって言ったけど。そこが4番さん村目だったなっていう点かなと思ったから。グレランデ言うわけねえだろ。6じゃねえかなと俺思っとったんやけどな。26はないって1番さんにとったら、俺1番さん深やと思ってるから26薄いんじゃないかって言ってるけど、俺は26やと思うんやけどな。違うかな。まあいいや。明日俺でも噛まれるんかな。そうなった場合、皆さん頑張ってください。8番のプレイヤーは発言してください。俺の目線だけで読んだったら、目線の展開はほぼ何も変わっていないっていう展開かな。だから、1が人外ははっきりしたことにより、2がロっていうふうなことがもう間違いなく確定した。ってことは、6が今日の可能性が非常に高くなるっていう場面かな。だから、俺が釣られてしまうっていうのは結構なあれなんだけど、ないしは2が今日っていうふうな場面かな。3番がローだったときに、2番が出てきたことによって、3番が2番の芯を切るっていうのはちょっと露骨すぎるかなっていうふうな感じかな。2番の芯切ったときって、だって、そうでしょ。結局のところ、信教進路っていうふうな目線を追った場合って、3番がローだったとき、だいぶ目線として苦しくなるよね。じゃあ1番釣るっていう進行を取ったとき、3番って1番入れてるんだよ。相方切るかってなったら、そうではないと思っている。かつ、じゃあ2が今日だったとき。いらねえな。っていうのは、なおさらのこと3って結構潔白されたなっていうふうな目線かな。で、まあ、わかんないだろうから、かつ村のために言っておくと、4番が、ワードとして言っていた、2番の対抗として出てきた9番さんっていう風な目線を落としたときって、言いたいことわかる。4番がローでしかないからね。っていう目線を落としておこうかな。その話の拾い方、ワード抜きをするのであれば、2番の対抗で出てきたんでしょ ?2 番の対抗で出てきたワードを拾うってことは。4番目線って2番のシーン分かってるよねっていうワードの拾い方だから。何それ？だから9がその話した段階で、94ってないよねっていう目線を持つ。そうなの ?24 なのっていうふうなことには違和感を持ったかな。ただ結果的に1の色が分かったことによって4が白なんだなっていうのが分かったぐらいかな。はい、以上だよ。9番のプレイヤーは発言してください。はい、今日はまあ安定でいくなら8番で。まあ、すぐ終わるなら2番さんですかね。2番さんの相方位置っていうか、2番さんの相方位置っていうか、1、2もあるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、2番さん最終的に言ってもらったらいいんですけど、2番さんの相方位置っていうのが、いないんじゃないかなっていうか、7番さんの確かに2番さんが触れてて、昨日。疑う視点もあると思うんですけども、僕、7番さんの2周目の発言で、9番は黒塗りをする準備をしているとかいう視点があって、もう村なんじゃないかなというふうに思ってて、7番さんの村要素って結構あるんですよね。3番さんは違うと思いますね。昨日の 2日目の発言で。まあ、占えば分かることですけども、6番さん、てか、カリウドいないんですかね。カリウド出た方がいいですね。昨日言うよ。カリウド、はい、いるなら絶対出てくださいね。昨日言うし、じゃあ。そうですね。だから1、2もあるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。1番3っていうのはグレー詰めをしてて、全然1、2もあると思いますし、2番の相方1っていうのがそんなに分かんないっていうか、僕6番3ずっと狩人やと思ってたんですけど、違うんですか？6番3狩人じゃないんや。僕ら塗る準備してんじゃん。マジか。ああ。村。どこ占うべきやろ、これ。7角しろ。まあ、とりあえず、はい。8でいいか。とりあえず8入れてください。2番のプレイヤーは発言してください。3番、9番、3番占ってないで。カリドス、ないって言って、3番、俺占えって言うとってけど。9番、3占ってないで。どうもそこ。前。1番黒、8番が1番黒。で、1、2。応募やろ。応募すぎるやろ。電話、占いに。1番が狂人出てきたら。8番狂人ね。で、9番狼で、相方は、いや、俺は3番は 100% ないね。その、まあ、理由、なんか3番が言ってたけど、なんか俺がなんか言ったから、白目見てるって言ってるけど、ちゃんとした明確な理由ありますから。まずあの時点で1周目の段階で3番が俺の次の発言者でいきなり2番に叩く必要がないよね、狼だった場合。1周待てばいいだけの話。3番があそこで殴った時点で3級ローローだった場合ね、4番から1番までの間で、占いの真偽が2番が死んだっていうね、あれになってしまった場合っていうのは3番積むからな。ってなった場合っていうのは3番が狼だったら2周目からの殴りで十分っていうところかな。だから3番の狼はない。って考えた場合は7番白やったんだけど、4番、6番のどちらか。確か7番が言ってた4番の発言の最後にグレランでいいっていうのは正直狼要素ないのかなって率直に思った。じゃあもうそのままでいや、じゃあいいや、そのままで。いや、言うか。46はむずいな。言う、素直に言おう。狼みたいな発言していいですか？今日9番でいいんじゃないですか？8番教授に分かってるから。8番が狼で1番に黒なんか打つ必要ないし。8番狂人って分かってるから、僕目線ね。9番でいいんじゃないですか、今日。俺9番投票します。3番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ2番強名めちゃくちゃあるね。めっちゃくちゃあると思ってるよ、初週から。9が絶対ローって言い張ったりしたり、おかしかったもん。9番が、12ローロって言ったら、それはないよ。2強でしょ。8が死んだったら。だから、この盤面っていうのは、結局ね、グレーの精査、単体精査難しいんでしょ、グレーの単体精査っていうのは。だからこれね、じゃあ9が死んだ時に、単体精査した方がいいね。まあ、ほぼほぼ9噛まれるでしょ。2つっても9噛まれるでしょ。って思ってるんで、まあ、8釣りはないから。2釣りか、8つったら確実に9が生まれるかな。てか、もし2が死んだとしても2が噛まれるから、意味ないから。8つる意味ないと思ってる。で、1番に関しては、だから、なんで対抗の8番の色を知りたいっていう発言が出ないで急に4番とか言い出すのかが全く意味不明だから、1は偽だと思ってるよ。まあ、わかんないけどね、これも。まあ、一番、まあ、俺目線でスッキリするのは6釣りかな。6落として、なるべく2級生きられるようにして、まあ、2級がどっちか噛まれたとしても、まあ、あとはまあ、ね、その白先は白で、俺との乱でしょ。で、8が、まあ、8が人外だったらきついんだけど、8が狼だったらきついけどね。まあ、6釣りたいかなって思ってるけどね。まあ、占い師が噛まれない方法っていうのを取らないといけないと思ってるから、まあ、そうすると今この場でもう占い真偽をつけて2投票してしまうか。まあ、それでも、まあ、6だね。6が一番好きでしょうね。ちなみに4番さんは最後、霊能師行きますって言ってましたよ、皆さん。ちゃんと話聞いた方がいいと思う。まあ、俺目線6番行くわ。6行きます。4番のプレイヤーは発言してください。いや、とんでもねえやつしかいねえ。3番昨日1釣るって言ったんだからさ、今日8釣ればいいじゃん。なんじゃ。8新規目移ってなるんだったら、じゃあ他の人釣ればいいじゃん。1つは後でいいじゃん。で、しかもさ、2番の新切り進行って昨日から言ってんだからさ、それだったら9番のさ、9番視点のグレー詰めたらいいじゃん。一周目言ったけど。9番視点のグレー詰めてさ、で、1番も2番も新切りするんだったら、その後1番2番釣ればいいじゃん。意味がわからない。意味わかんない。で、しかも、昨日、グレランするって言ってないんですよ、私。最後、霊能って言いましたよ。だってさ、私さ、スムラですよ、つって。で、しかもさ、3番さんにさ、違うわ。4行くっていう人が、8、9、1、2で4行くっていうんだったら、じゃあカリド出すって発言、ちょっとはしろよって言いましたからね。で、その上でカリド出てないんだから、最後グレランって言うわけないじゃないですか。ちょっと、いや、とんでもねえなと思いました。7番さんもちょっと、なんか、とんでもねえなと思いました。グレランって言うわけないじゃん。えってなると思うけどな。話聞いてたらそうなると思うし。いや、もう、2級、わけが2番さんはさ、最後はさ、自分目線8の狂人つけてるってどういう発言？まあ、2番さん自身が狂人で、違うわ。それもおかしいな。2番さん、2番が狼ってこと？ 2 番が狼で、8番さんが1に黒出したから8の狂人つけてるってことちょっと。しかも9番さんに限ってはさ、カリウド今日出てって言って、いや、昨日お前4番に投票してるだろ。昨日カリウド出せって言えよっていう。ちょっとよくわかんないですね。で、わかんないんだったら、8つるべきでしょ。で、明確にするべきじゃないの。わけわかんなすぎなんだけど。投票を始めてください。ああ、やだ。よし、これでいいかな。大根演技。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、安定思考っていうことはすごいわかる。うん、しょうがないかなっていう感じかな。正直ね、一番の狼が狂人で出てきて、ああ、ごめん。一番の狼が、霊能で出てきて、俺が新霊能で、で、一番の黒が分かっている。そうなった時って、8番が今日でしかなくなるから。1の新世界線っていう方が濃厚になるから。要は7番が拾っていた部分の8って狂人ムーブだよねって思われるから。だからそういう点で言うのであれば、3番さんが自分の中で思考開示してって、だって3番ってそれって確実に黒塗りされる形だよね。要は例えば、3番が2番のことを狂人としておく目線、これって8の新世界線を追ってるからこそ思えること。じゃあ3番がローだったとき、一番あり得ることとして言うんだったらば、93ピアセットかな。ないしは23ピアセット。っていうふうに、これ村目線の思考開示ね。になった時って、3番ってその進行を言うことによって黒くなるから。8番残した時って、8の今日のケアはしないのって。ないしはその目線で追うのであれば、心境進路なんだよねって。だった場合って、8のローもあるっていう目線は追わないのっていうふうな突っ込み要素が満載になるから。だから3番のその実視点での発言って結構白アピだったのかなと思ったかな。だから要はグレーから釣る進行をすることによって92で例えば指定占いができる3番に対してね。で3番が隠しろっていう風な状況になった時ってもう盤面が詰まったよねっていう進行したかっただけなんじゃないって思ってるよ。だから3番って圧倒的に白いかなって思ったかな。うん。だからほぼ2、強、6、ロー結構これ硬いんじゃないと思ってるかな。7の発言では白要素しか拾ってないし。4番のもしもあれが黒要素になるなら94ペアセットっていう村目線しか落とせないよ。ただ俺の世界線にそれがないから4が白、9が真。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。これは僕が噛まれるんですかね、流れ的には。あれそうします？もう任せます。占い、多分一番やりやすい方法でいいですよ。じゃあまあ僕噛まれるんで、3番さんとかに黒塗りでもしたらいいんじゃないですか。3番さん6いくって言ったから。ありました。9出たんで、明らかに3ローやからじゃないですか。サボられたな。地紙はサボり。朝が来ました。昨夜死んだのは9番。2番のプレイヤーは発言してください。完全に俺釣られる流れやん。6番白目。って考えたら僕目線4番狼なんだけど、まあ、3番はないからね。100%。ない。絶対ない。9番死ぬの？6番、あれだわ。6番多分最後あれだわ。やり合いになるわ。俺死んでもこれゲーム終わらんからな。マジで。あて？そうだよね。これ逆にあれじゃね？ワンチャンあるやん。うん。6、7白でしょ。次多分、俺死んで、俺今日釣られて、7番噛まれるやん。ってなったら3、4、6って残るよ。6番頑張れ !6 番頑張れ、マジで。俺の後をついてくれ。3番の白要素ってのもさっき言ったから、あの論で3番の狼は100ない。いや、あるとするなら、あれだな。何も言ってない。8番狼で、9番狂人の場合だったらあの論はちょっと成り立たないわ。そうなった場合、占い師に狂人が出てるってことになるから、3番目線2か9どっちか分かんないんだよ。ってなった場合、どっちも殴れるからっていうところがあるから、まあ、そこを除く。要は8番の狼を追ってる人がいるなら3番も視野に入れなきゃいけないけど、8番の狼を追ってない人が追ってなかったら、みんな8番狂人だと思うなら3番の狼はない。って考えたら俺目線4番ね。うん。6番頑張れ。あとは託した。言っとけマジで終わらんかんね。で、あとマジで俺死んやから。これだけ伝えてくわ。で、7番死ぬけん。6番の援護してやっていて。3番のプレイヤーは発言してください。はい。いや、だからね、4番に言っとくんだけど、盤面って変わってくんで、昨日の盤面だったら俺目線6になるんですよ。そんな占い結果とかもろもろ判断して、1の遺言とか全部もろもろ判断して、2の判断になるからね。最初から、じゃあグレー詰めとけよとか、そういう話じゃないんで。その判断ができないのは、それこそ4番が人外なのか、めちゃくちゃ弱い村なのか、どっちかです。ごめんなさい。結局こうなった時に9の地紙も追わないといけないしさ、9が噛まれちゃいましたってどうすんの？はい。めんどくさいでしょ。だから占い師を生かす方法を考えないといけないんですよ。だから昨日なんて、まあじゃあ、100歩譲って、まあ俺は村なんだけど、36なんでもいいレベルなんですよ。村目線で言うと。うん。占い結果を落とせなかったら、3対戦ができないでしょ、これ。じゃあ9、ね、村目線で言うと、あなたの狼も追わないといけないんですよ。9の地紙とかね。はい。めんどくさいな。だから、この4、6、7の中に村がいいんでしょ？もう負けていいと思ってますよ、あの人たち。もう、しょうもない、本当に。うん、全然なってないしね。はい。まあ、ワンチャン7が、1が絶対死んだって言ってて、8を釣りたいって言っても、まあ、わかるけどね。うん。まあただその要素もちゃんと上げてほしいって、俺は1は偽だと思ったけどね。1目線で8の色を知りたいって言うんじゃなくて、4番に固執してるのはおかしいと思ったけどね。まあ、その時っていうのは4がローの時でしょね、1が死んだったら。うん。まあ、と思ってますけどね。はい。いや、俺は9の地紙まで追うからね。こうなった以上。だから昨日、9を活かせるように、2、9両方活かせるようにしとくべきなんですよ。占い師に黒出させればいいんです。そうしたらそこで初めて完璧にわかるんだから。はい。まあ、2の発言的には2の新名はなかったけど、昨日9が1、2ローロって言い出したのちょっとやばかったからね。そこで9の新名ちょっと落ちていたよ。はい。今日は2番いきますけどね。はい。4番。のプレイヤーは発言してください。あ、霊能もう、ね、霊能を決めてたのね。違う。昨日言ってたのは、1、2、じゃあ、あれか。でも1釣りますって言ってなかった？いや、もう2周目の段階で3番3で1釣るって言ってたじゃん、明確に。で、1釣ります。2が偽って言ってなかった、2周目で。です。とりあえず1釣るんだったら、グレー詰めた方がよくない？それだったら。だったら最初から1釣らない方がよくない？それ、時系列おかしくない？まあ、遺言で確信したって話かな。まあ、まあ、でも結果的にはローラスティングはまあいいか。そうね。わけわかんないね。来シーズン3、3番に関しては、てかさ、2番さん話した方がいいかな。2番さんさ、結局さ、8番の強靭透けてるって話はどうなったの？その説明全くなかったよね。失言だったって認めるってこと？3は白い。3は白いの理論、2視点の3白いの理論も、なんかちょっとよくわかんなかったけどな。2周目に言えばいいっていうのがもう確信なの、それが。まあでもあの状況で、3がまあ6に入れてるってのもまあ、まあ村安取っても良さそうだけどな。7はまあ、7は狼だったらもう、7届かないかなってところかな。6番さんは何、じゃあこの後発言するよね。4は話聞いた方がいいって言ったけど、どういうことなの？ 4 番さんってさ、2の相方は3って言った後、3、2を新切りしたら3が生き残れるからって言ったよね。で、2、3がないって言ったよね。6番のプレイヤーは発言してください。いや、やばい村とか言われたらさ、ちょっと合わせようっても。で、さんまさんが人狼っていうか、さんまさんは全然村っぽくはないんだよね。だって2番さんの新規で進行してないじゃんって思った。だから、考えたのは、8番さんがもし死んだったとき。よし、やり合え。36で。あれ、聞こえなくなった。1番さんに、じゃあ2番さんが強靭で、聞こえない？そうそう。2番さんが強靭で、1番さんに白やってるの分かってるって時に新規り進行したのは弱いから嘘でした。あれ？まあ、今日は2番さんつって、ちょっともう一回考え直していいですか？とんでもなさすぎる。初めて見た、こんなとんでもねえ村。7番のプレイヤーは発言してください。だから俺が1周目2周目かな言った通り26ローで合ってんじゃないですかと思うんだけどね。もう誰も4持ってねえ。だって2番さんって6番さんに対して1周目言ったのってあれでしょ、6にまず言っておく。この村は嘘をつくゲームなので、嘘をつかないでくださいっていうのはやめてほしいって言ったんだよね。いや、圧倒的に偽でしょ。だって、この村は嘘をつくゲームなので、嘘をつかないでっていうのはやめてください。人狼の発言でしょ、普通に。占い師だったら、嘘をつかないでくださいっていうのはやめてください。ってならないでしょ。で、あと6番さんが、嘘をついてはいけないみたいな。どこが黒いとか、まあ、そういったようなことっていうのははっきりと言ってほしいっていう話をどんどん占い審議とかもかけてほしい。ここまでは良かったんだよ6番さん。でもその後に嘘はいけないって言ったんだけど、ここが黒いと思うとかここが白いと思うっていう理由に嘘つく人いるって思ったんだけど村が。いや人狼にそれ言ってるんだったら分かるよ。人狼嘘ついたらダメでしょって言うんだったら分かるけど。いやバカった。なんか。そういう発言おかしくないって思ったのが6番さんで、今もなんかぐちゃぐちゃやったやん、なんか6番さんって。で、2番さんが今、6番さん頑張れって言ってるでしょ。26あえて言ってないんじゃねって思わせたいんじゃないの、普通に。圧倒的に2番さんって初め、7に一切触れずに、なんか9、なんか5案はあるかな、それ的9が5になんか触れ方で、みたいな。村っぽいみたいな言ったからあるかな、みたいな。あと一応6番さんに言っとくけどね、みたいな。いや、26じゃないのこれって思うんだけど、3番さんが昨日6っていうの分かるよ。3.6 っていうのは結構狼濃厚だからね。いや、分かる分かる。6いったら、まあ、勝てたんですけどね。26やと思う。だから俺が 1周目してきてしたのって結構ドンピシャで当たっとるやないかなと思ってるけどね。はい、2いきます。投票を始めてください。ああ、やだ。2番のプレイヤーが選ばれました。久々こんな笑った。2番のプレイヤーは発言してください。7番そっち転がっちゃうの？いや、ないわ。信じてたのに、俺は。あと、この遺言でね、俺が余計な、なんかいろんなこと言ったところで、多分誰も響かないと思うから、誤解だけ解いとくわ。まず4番が3番に対しての誤解してるところが、3番っていうのは1番行きます。確かに1番行くって言った。その後2番新規進行したいっていうふうに言ってた。けど、3番の発言の中で1番行った後8番行くっていう発言を残していた。ね。それだけ4番の誤解してるところは。だから3番、4番、そこになんかごちゃごちゃしてるけどね。まあ4番順路やけどな。で、7番に言っとくけど、俺が最初に6番に対して言った発言、それにすげえなんか引っかかっちゃってるけど、ちゃうからな。しっかりもう一回説明するけど、6番が最初に、嘘つくのはやめてくださいって発言をしたでしょ。でも俺が言ったのは6番に対してね、このゲームっていうのは嘘つくゲームだから、根本的に。人狼殺って嘘つくゲームでしょ、人狼が。嘘つくゲームではないですけど。でしょ？嘘つくゲームだから、その嘘つくのやめてくださいっていうのは違うんちゃうっていうふうに発言した。だから嘘つくのやめてくださいって言ったら人狼、自分の勘で、はい、人狼ですっていうことになるよ。神なしですよ。4人のゲーム性成り立たんやろっていう、ただの雑談の殴りやんけど。6番に対して。で、7番に一切触れてないって言ってるけど、あなたじゃあなんか発言した？黒い発言でもした？めちゃくちゃ白い発言した？1周目の。2番目の位置で。6番に対して軽く触れて、そこで黒い発言した？めっちゃ白い発言した？してないよな。で、俺言ったよね。確かに最初に6番、7番に関しては特に印象ないけど、あ、6番にとりあえず1つだけ言っとくっていう風に発言をしてる。7番には言ってない、なんも。そこでそんなに芯を切るか。そういうところの誤解だけ解いとくわ、とりあえず。はい。で、7番噛まれるけん、このターン。6番頑張れ。4番やぞ、狼を。噛まないですけどね。3番絶対狼じゃないから。もう脳死で噛みなし。はい、以上。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。いやー、誰が狼なんだわかんねえ。誰だ ?23 なのかこれ。7はないと思うけどな、狼。こんな6にヘイトするとあれだな、狼で。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。最後がいいな。6番のプレイヤーは発言してください。いつも、なんでいつも私最初なのよ。借り出しようかよ。いや、5番さん初日に狩人ですけどって言ってたけどな。5番さん初日に狩人ですけど。10万盛りしてんだ。4守りしてるんだけど。話になると思うんだけど。私は5番さん最初からずっと狩人ですって言ってたから。勝った!7 番さんってさ、どういうこと？てか私がさ、これグッジョブやと思ってる。これグッジョブやと思ってる、これ。4番さんはないと思ってる、人狼は。まあ、37。2番さんが人狼だった時に相方って37で、8番さんと連携取れてなさすぎるんよ、2番さんって。だから、でも3番さんがなんであの場面で私釣りしたのかは、理由は9番さんを残させるためって言ってたけど、なんかそれは違うなって思ったし、わからん。ナイスグッジョブ。7番のプレイヤーは発言してください。いや、俺も4はないと思ってんやけど、6番さんって結局そうだな。まあ6番さんが俺ここで仮使用することによって6番さんがあ7仮か、じゃあ3でねっていうふうに言うのかなと思ったら、5が初日仮使用しとったやんけみたいな。あなのに今更仮ですかっていうふうに言ってくるっていうところに関しては、若干村要素あんのかなって思ったよ。なんでそれが村要素なんだ。で、俺多分ね、これ4番さん本当に噛まれとると思うよね。俺があれだけ26262626やろ6やろっていうふうに言っとったら、多分4噛んだら3番さんの勝ち筋って普通に673の順で回ってきて、最終的に俺6番さん釣るような結論になると思うんやけどな。うん、だから3番さん4噛んだんやないかなって思うんやけど、違うかな。ちょっと沼ってきたな、若干。俺26やと思っとったんやけど、今の6番さんの反応を見て、若干6番さん村なんかなっていうのも思ってきたな。4番さんも3番さんに対する違和感っていうのを感じ取ったやろうし、2番さんが3はないっていうふうに言い切れる理由が分からんのよね。3はない、3はないってずっと言ってるけど、3はない理由は？で、3番さんが一発目から2位芯切るっていう話をしとって、で、9番噛まれて、9の地紙を追わないかんやんって。いや、普通に9番さんって、3占って黒とか出とるんやないのって思うんやけど、違うのかな。初日5守ろうかなと思ったんやけど、9守ったね。ちょっとさすがにちょっと2のシーンは追えなかったわ。だから、あれだったんやけど、3番さん6いったらこれ PP で勝てると思ったんじゃないかな、最後。っていうのも目線としてはあるよね。若干そういう風に思えてきたんやけど、ちょっと俺3いくかもしれんけど、4番さんもう一回聞くんやったら6いって。4番さん村やと思ってる。だから、俺は、ちょっと初め3いくかもしれん。わかんないよ、3か6。4番さん最後指示出してくれ。はい。以上。3番のプレイヤーは発言してください。きねえだろ。7番頭開いてんじゃねこれ。いや、もう7番チームはヒリと思ってるから。はい。めんどくさ。話にならんわ。何か今更彼を出てきて。守りました。4番守ったんで4番は白でしょうとか。やばいでしょ、普通に。無理。7番負けてください。はい。負けて？いらない。はっきり言って。もう別に俺、勝ち負けどうでもいいと思ってるんで。はい。どっちかっていうと、もうよくわかんない生産のやつとか釣ってるみたいな。なんで、後でバカにしないで、そういうやつを。あなたですよ。7番釣っていい？ダメだよ。いらないわ。いや、まあいいけど、別に。何言ってんの？意味不明だわ。はい。全くもう精査できてないじゃん、7番なんて。だからさ、2が強で、ね、2が強だった時にグレー詰めしてもさ、18でさ、もう意味ないじゃん。ともね、6つって、6つって、じゃあ初日に6つってとか、うんぬ言ってんだけど、グレー詰めろとか、6つって18の審議ができんだろう。6つって1つっても1つって6つっても同じだろ。で、霊能師を最初に偽っぽい頃だつって、その次の日にそいつが、残ったやつをどうするか、その角の色で決めればええやん。その後状況で次第でね。ってことなんだよ。で、2が偽だと思ってるから、1つって8が1黒って出してるから、8って真なんじゃねえかっていう話でグレー詰めろっつっての。で、結局こうなると、ね、霊能者の生産2分の1でしょ ?1 と8。俺目線4、6、7って3人なんだよ、3人。3分の1と2分の1どっちが簡単かって分かんだろ、考えたら。まあいいや、もう俺7つるわ。7、あなたもうそういうのやめて。次から村、本心借りだとしても、次からそういうのやめてほしいんで、7番釣ります。何も言うことないし。4番のプレイヤーは発言してください。いや、7投票だけはやめよう。ちょっと7番さんが、言ってることがわからないんだったら、それをちょっと説明してほしかったね。今の発言で。どうすっかな。もう一回聞く？発言。いや、7番さんの言ってることがおかしいっていうのの一つは、狼って、狩人のに一番怖いんですよ、狩人が。だから発言でめちゃくちゃ聞くし、神筋って考えるんですよ。で、7番さん。でさ、6番さんはさ、5狩りだって言ってたじゃんってことはさ、普通に初日噛んだのが5だからっていう風になりませんか？それで村要素っていうのはおかしいって言いたかったのかな、3番さんは。いやー、そうねー。6番さんは結局、3は白く思ってるって初日言って、その次私は話聞いた方がいいって言って、今度は3村っぽくない。2の新規進行してないから、2の相方は3。4はない。もうなんか3を白くして、4にヘイト向けて、3を黒くして、4、にヘイト向けないようにしてんだよね。3番さんは、まあでも1-9って9、6つるってどっちでもいいっていうのはないですよ。だって霊能結果一応落とすじゃん、1も。それだったら6つって1の霊能結果落として、その後決めすればいいじゃないですか。って思いませんかなぁ。3番に関しては進行がちょっとおかしいかなって感じだね。まあ同票、あ、でも同票なんないのか。3が7にいるんだったら。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。超神だこれ。7番、のプレイヤーが選ばれました。まさかの。7番。のプレイヤーは発言してください。やばいって、俺は3番さんに求めただけやないか、普通に考えて。俺借りたんや。なんで6番7に入れて。いやー、3番さんね、そうやって切れてなんか、もう7すればいいみたいな、やめた方がいいよ、マジで。本当に。いらねえよとかじゃないって、じゃあ6釣れたやんけ、普通に考えて。4番さん何放棄しとん？放棄じゃねえんか。4は3入れたんか。え、じゃあ3番か。3番なのじゃあ。4番が狼な。え、94ってこと？でかい。で、その3番が、じゃあ俺が狼やと思って入れたんやったらあれなんやけど、狼やと思って投票したんじゃないんだろ？狩人だけど、次から反省してくださいねっていう意味で7に入れたってこと？いやー、ちょっと納得いかんな、今のは。3は7に投票してるから、人あ、まあどっちにしろ6つ取ったからもういいけどね、もうこれ。じゃあ6は7に入れて。6入れとったもん、多分、普通に。3に求めたけど、3がまあそんな感じで7とか言ったけど、俺結局6入れとったから、うん、悪いけどどっちにしろ負けだからもうしゃあない、うん。しゃあない、しゃあない。6番がこれで狼なんやったら3番さん何しとんのって俺は怒るけど、俺今回怒らないよ。だってどっちにしろ俺6つ取ったもん、多分。これどこやった？え、結局94やったってこと？ 94 ってこと？ 94 なんかな。やばい、面白すぎる。狩人1日目出といたらよかったんかな、それやったら。いや2番さんも俺占うかなんか全員から俺白置きされとるから別に俺の方っていうのは思わんかったんやけどな。2番さん最初初日から出たらよかったか。じゃあ申し訳ない。話、最初私に持ってくるのやめてください。いや、操作できねえよ。人狼は人を殺してください。いや、操作できねえよ。グッチョブ起きないよな。3狩りいやないよな。ないよな。6狩り。3狩りないよね。7語りないな。怖い、もう何があるか分かんないから怖い、マジで。まあ、6が7に入れると理由はまあ狩りだから7に入れたっていう可能性がなくはない。何があるか分かんない、怖い。え、結局さ、全員何言ってるか分かんない。5番がまとまったか。5番さん、ああ、消しちゃったな。朝が来ました。昨夜死んだのは6番。ゲーム終了。人狼の勝ちです。いやさ、言いがかりがひどくないか、みんな。ちょっと。三輪さん、ほんとごめん。一応俺、7番に言いたいんだけどさ、遺言でもそうだけどさ、3番消えたし、お前からや、いきなり俺の真剣進行始めて。7番、聞こえる？運転してんの？ 7 番何あ、じゃあ全員から白置きもらってるからなんで占うのとか言っとったけどさ、俺あなたのこと白塗りしてないよ。いや、そうや。2番さんは別に誰、俺に黒打ってくる可能性もあったで、別にいいやんで。2番さん新切っとるで。そうやって、人口7やったら狩り出るわけないやん。だから6番さんおかしいなと思ったよね、普通に。だって俺が狩りだって、俺が人口やったら普通にそのまま置いといて、5番さん狩りで亀取るんやったら別に、どうでもよくね、こんな。普通に6釣れる流れなんやから。そうなんだけど。7に投票しとる6もわからんし、マジで6番さんをローやなと思ったよ、最後、釣られた瞬間。あ、6番。それ聞いてほしいんだけど。私、この場面で2日目に占ったところが人狼ってか、2番さんが2日目に出してるので7番さんで、9番さんが2日目に出してるので4番さんじゃん。2日目っていうか3日目だけど。だから絶対27人狼か94人狼だと思ってたんだけど、占い師で2番さんのシーンがちょっとあんま終えづらかったから7番さんと一緒したんだよ。いや、わからんって、それ。いや、てかね、まずね、根本的にみんなさ、あれじゃないな ?7 番もなんかずっとさ、6番に対して俺が言った雑なぐりをさ、引っかかってるしさ、6番なんか2日目に出した白崎が狼とか言うとるしさ。2番さんも大概でしたけどね。僕、ローに見えるってあれ絶対。普通に2が怪しいもんで、2の芯を切っとるからね。3番も切っとったし。え、だから明確的にどこやん俺の芯切ったの。だから、これは人を騙すゲームだから、なんていうん、嘘をつかないでっていうのはやめてくれっていうふうに言っとったけど、それって、まだ言ってんね、新占い師やったらそんな言葉でんくね、普通に考えて。だから、それはあなたが話聞いてないだけやん。やめてくれって言ったのは6番やろ、嘘つかないでくれって言ったのは6番やろ。俺が言ったのは、その嘘つかないでくれって言ったところで、このゲーム嘘つくゲームだから、それは無理だろって言ったんよ。それは。そっち言ってたじゃん。だってさ、嘘つかないでくれって提案します。じゃあ人狼が分かりました。その提案乗れます。僕人狼です。言うわけないやん。そうやね。4番さんが対抗の9番って言ったよな。うん。それ忘れとったわ。じゃあ4番釣りか。初日4番釣りがやっぱ1番さんが言うように強かったのかもしれんね。4番さん釣りか。なんか最初に黒っぽい人って後から白っぽく見えるんだよね。もう何言ってんの。4釣るなら狩り出たらよかった。そうやね。間違えて1番対させようとしたら9番対させちゃった。4番ごめんマジで。いいよ、いいっすよ。2番さんの芯しかないと思ったかな。マジで2番さんの発言の中での3番への白置きって雑ではなくてロジックに基立ってる。で2って7のことを占うよね。7って最白位置だよねって言われてんだったら狼って7占うで6囲っちゃえばいいじゃん。そもそもの段階でないしは4に黒打ちゃいいじゃん。芯を取りに行くならね。9番の地紙を追うか。まあそっか。でしかも初週の段階って9が4に対して出現として拾った部分って94ペアセットじゃないとないから。言ってたね。要は4が2の対抗で出てきた9番さんっていう発言を9番が拾ったんでしょ。ってことは2が芯になるからね。9番がその発言した時点でああと思ったもん。ヒントあげたのにとか言ってたね。知ったなマジで。いやじゃあ申し訳ないね本当に村の皆さん。出現でもそもそも出現でもないですけどね。まあ7番、俺の発言で引っかかっちまったんだろうな。悪かったわ。いやー、ちょっと申し訳ない、俺も。あんなんで芯切るのはちょっと、ね、ないかなと思ったけど。2番さんが折れた。なんか2番さんってすごい優秀なんやなと思ったら、3番がないとかっていうのを分かるっていうのが。急に優しい世界になった。いや、分かんなかったから、俺がちょっとそこまで見えとんのっていうふうに思っちゃったけど。なんかいや、でも根本的にだって6番がその発言した瞬間、俺吹いたもん。飯食って吹いたもん。車の中米粒だわ。車でやってんか。いい感じになってきた。そうもろない。これ映画化されるもん。嘘つかないでくださいって言ってさ。違う。いや、嘘つけない。真に受け取って人狼が僕人狼ですって言うわけないやん、普通に。だって、なんか村人陣が分かんないのに、いや、一番黒だよとか、なんか無理やり言うのはやめようっていう話だったんだよね。いや、そうそう、その発言の流れで、なんていうかな、白いところとか黒いところっていうのをどんどん意見上げてってほしいっていう話を言ってたけど、その流れで嘘つかないでくださいって言ったけど、いや、意見上げてってほしい、嘘つかないでっていうふうに俺は捉えてしまって、そういうふうに言ってたからね。だから、なんか例えば、4番さんが白いと思った、これって嘘で言うことあるのっていうふうに、そう、捏造っていう意味だと思うんだよ、多分8番さん言ってたように。でも、4が黒いと思うっていうのを村で嘘つくのってなんかやるかっていうふうに思ったんやけど、いやでも村人のさ、ちちさんが6を釣りをしてるそんな発言の人のやつまだ最後残ってたからお前勝てただろうね。釣られたくないから BP できるじゃんって4が狼だったら、そういうことなんだよね。いや申し訳ない。要するに俺と7番の意見の組み違いあったってことか、あれは。いやそうだね、申し訳ないね、申し訳ない。いやでも2番さんなんか7黒打つのかなと思ってたけど、そこだけちょっとね、芯っぽい感じはあったんだよね。その7白、ああそっかみたいな。俺の7黒は打てないよ、ヘイト管理ができなくなるから。俺目線プラス7番の発言の中で別に黒要素ねえし、俺が拾ったのは9番の発言の中の7番に対してのあれだったから。ああ、そうかね。2番さん惜しかったな。8番、お前1番に黒打つなや。だって2強で合わせた方が3の評価解消できるもん、俺は。4を黒にさせないためには。なんか9番さん、芯っぽく見えちゃったんだよね。なんでやろうな、これ。心理的に4番さん1周目めっちゃ臭かったのに、最後の方になったらなんかよく見えてくるっていうギャップかな。1周目印象悪いから伸びしろしかないからね。4番俺に睨んどったよ、あの笑い方。あの笑い方はこれは狼だって睨んどったで俺は。そうだな。いや、3番さんでも結局6いってたでしょ、あれ多分。だからどっちにしろだと思うんだけどね。3番さんは、なんか、めっちゃ切れてたから。切れてたから。8番？はい、8番かな？はい。8番、さ、3番なんで俺のこといきなり新切りしたんやっけ？理由あんま聞いてなかったよね。なんだっけ？あれだ。なんで、信教心労だと思ったのっていうとこ。ああ、そうだ。あれだ、経験則でしか話しないって言ってたか。うん。そう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 。だった時の93もないし、23だと露骨すぎるんだよね。だから3手村なんだと思った。そうそう。で、俺がちょっと2番さんに、その3番さんの言ってること分かったなと思ったのが、占い師に狂人が出るメリットが全くないから、だから9番がまあ狼に見えた理由に関してはこうこうこうでみたいな、経験則で9番さんが狼だと思うみたいなっていう話をずーっと長々しとったけど、いや別に9がローだとかそんなん霊能ロラっていう考えを2番さん述べとるわけやから、それやったらまずグレー精査しろよって思ったよね。67どう思ったかっていう。だから本当に新占い師やったら67にがどっちかに黒がいるんじゃないかとか、そういったね思考になるんじゃないかなみたいなふうに思ったから、9がローだとか対抗がローの説明っていうのをなんかずっと1分ぐらいしてたから、そこがちょっと臭かったよね。やっぱりグレー制度しなあかんか、1周目は。いや俺はそう思った。3番さんも多分そう思ったんだよね。なんか対抗がローとか別にそんなん一言で済むことやし、その理由はとか言ってずっと言ってたのがあれやったよね。まあ、仮に今回先に霊能出ちゃったけど、俺霊能出てない状況の占い師やったら、提案するの霊能潜伏の仮出しの占いにしようだったら片方つってのクロストップだね。ああ、そういうことか。いや、そういうことかじゃないわ。とんでもねえ理論は。霊能潜伏仮出しでで、占い不使用だった場合は、俺はその占い師が絶対黒だと思ってるから、その人釣って黒ストップしましょうっていう。釣れないでしょ、普通に。それを提案してる、毎回。で、めっちゃ殴られるけど、頑張っとる。無理やろ、釣れない、釣れない。いや、めっちゃ強いけん、それ成功したら。成功したら強いけど、そんなんて、ゲームにならんから。マジ強いかんね。だって人類でも勝つことしかできんから。いや、当たり前よ。だって成功したら勝ちよ、それ。だって、それって 50% の話やん。どっちが真に見えとるかっていう話って、50% のギャンブルをするっていうんだったらいいよ。別に2と9の精査、一発目からしてもよかった。2の新切りで、はい、2番さん釣ります。9進行でいきますっていう話だったら、もうその時点で負けやけどね。